こんにちは、札幌占い美容室早任せのことです。よくね、この例えばこう短いショートのスタイルですね、グラボブとか、例えばこう短いメンズのスタイルもそうですけど、毛先と根元からしっかりかけたいっていう人いるじゃないですか。立ち上がりつけたいよとか、根元しっかり、どうしますかね皆さん。根元しっかりかける場合どうしますか。まあこの上に薬粉をつけるわけですけれども、根元しっかり、じゃあ血をかなんかかけちゃうんですかね。毛先かかりすぎたりしませんかね。例えば毛先がちょっと傷んでる人だったりとかすると、例えばホームカラーとかで毛先だけすごく傷んで、根元はまだね、丈夫な髪の毛とか太い髪の毛の場合とかどうしますかね。そんな場合は、あ、そうそうそう、でこのRピニングって、YouTube 見ていただくと、僕のたくさんRピニングっていうのが出てくると思うんですけど、Rのピニングです。まあ勝手に名前つけたんですけど、バッテン掛けしていただいて、ここです、バッテン掛け、いいですか。これバッテン掛けしたところに、このね、ありますよね、これ爪楊枝みたいな、はい、これ爪楊枝みたいなのは美容室のね、ロットがある、あの裏の方の棚とかをグワーって開けて、もうゴミみたいなところにたくさん落ちてるじゃないですか。このこれですよ、今太いね、ピンが主流ですけど、僕結構これしか使わないんですよ。昭和のピンですよ、昭和の。これ使えますから。でこれどういう風に使うかっていうと、はい、このねゴムをバッテン掛けにしたのを、そのままキュ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 ッくるって折りますか、くっとはめる。もう一回やりますか。これ R ピニングっていうのを考えたんですけど、このままぐる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 って、でこの場合釣れるようだったらゴムちょっとずらしてください。ゴムの位置をちょっと緩くしてあげたりとかして調節してくれれば、これでぐるっとこう入りますよね。はい、でもこれだけだと全然ね、この薬つけたとして、根元しっかりかかるわけじゃないじゃないですか。ただ根元のテンションはかかってますけど、で少しですね、例えば、システアミンかなんかの薬をつけてかけようと、で根元はやっぱり血をぐらいのパワーが必要だなっていう時にどうしますか皆さん。そんな場合、例えばまあクリーム状の薬って、例えばクリーム状の血をとか、あんまり硬いものだと非常に危険なんですけど、液状のものを後から血をつけたら毛先にも薬ついちゃうじゃないですか。だからダメですよね。じゃあこの根元からの1回転分だけ薬をつけたいわけじゃないですか。ですよね。そうすると根元からふわっとこうなるわけじゃないですか。で毛先はシステアミンの薬でちょっと弱くするとか、例えばですよ、っていうような感じで、薬剤のこういうふうに薬剤のつける方法を変えるしかないですよね。ですので根元側のこのワンカールだけちょっと強く入れておけば均等にかかるわけじゃないですか。例えばですよ。なんでじゃあここに血をつけようとした場合に、例えばじゃあこのカラーのハケとかでシャバシャバのやつをこうやって塗ってもまあいいですし、スポイトでつけちゃうと毛先まで薬いっちゃいますよね。ですから強くかけたい場合は、まあ、血をとか、まあ、システアミンの強いものだったりとかを、まあ、こういうふうに、例えばもしくはやり方としては、そうですね、まあここのペーハーをちょっと上げてあげるとかね、根元側の。じゃあペーハー上げるのはどうすればいいのかっていうと、そうですね、例えばアルギニンっていうものがあったりとか、まあいろんなものがあります。まあ、またちょっとアルギニンとかも今後紹介したいなと思うんですけど、そういうものとかでペーハーをね、こう上げたりっていうことも、まあいろいろ方法あるんですけど、まあ素直に血をつけるのが一番楽でいいかもしれないですね。根元側にこう新成分血をとこういうふうにつけたりで、まあクリームはあんまり硬いと危険なので、ちょっと柔らかくしてあげたりとかしてつける。もしくは液状の、まあ、シャバシャバのをこうつけてもいいと思うんですけど、それで根元の方がしっかりかかりやすくなるんで、もしよろしければそちらを参考にしてくれれば、根元からふわっというカールがちょっと作れます。参考になりましたでしょうか。皆さん、シェアとかいいねたくさんしていただいたら、まあ、やる気が出るんで、ぜひお願いいたします。だいたいいつも営業後に撮ってますね、撮影は。なので皆さん、やる気を出すためにも
皆さんでシェアしていただければ、シェアとかしていただければ頑張りますので、ありがとうございます。いつも見ていただいて。ではまた、アップしたいと思います。ありがとうございます。